皆さんこんにちは、旅鉄エクスプレスです。今回は南海高野線の秘境駅紀伊神谷駅の現地調査と散策を行ってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。うわ、隙間ある。気をつけて。はい、紀伊神谷の駅に到着しました。それではちょっとこの駅の現地調査をしてみたいと思います。ホームは見ての通り、かなり狭いカーブで、カーブになっております。駅名表こんな感じですね。はい、ちょうど今列車がいまして、列車が通り過ぎると本当にもうひっそりと、したような駅ですね。椅子はこのように木のベンチになっております。本当に静かで何もない秘境駅です。ジャパンコーヒーフェスティバルキーイン紀伊神谷と2020年9月19日から20日、10月まで、これ小学校でやるんでしょうね。コーヒーフェスティバル何なんでしょう、ね、結構コーヒーのまあちょっとしたイベントになるんですかね。こういった小さなイベントだったら結構ねいいんじゃないかなと思います。ああ、本当爽やかですね。ホームはとても狭いです。ここに駅名表が書いてます。標高473メートルですね。標高がちゃんと書いてるところが素晴らしいです。はい、そして極楽橋の方向を見ると、トンネルですね。こっちはもうトンネルになってます。一応ワンマンですので、ワンマンミラー。こちらからちょっと見てみましょう。すごいカーブがわかるかと思います。まあこんな感じで。はい、では、駅舎の方に。行ってみます。ちょっと狭い駅なので階段注意です。こう渡るような踏切がありますね。こんな感じです。それでは出てみます。あ、タッチ式の、あ、ちゃんと改札があるのかな。本当の秘境駅ですね。一応駅員さんいますけど。足元注意。では出てみたいと思います。そうですね。IC カードが付く。駅舎の中、こうなってますね。一応自動改札があります。あ、ここには駅ノートがありますね。なんか書いてますね。いろいろとペン立て記念スタンプがあります。で、そしてパンフレットですね。ここに置いてます。まあ列車の本数はこんな感じかな。で、一応友人で切符も販売してます。あ、乗車、当駅では乗車券を販売しておりませんので、乗車駅証明書をお取りの上、降車駅で精算をお願いします。ですね。あ、ここに観光の、これ出口です。あ、ここに、なんだろう。杖。杖を自由にお使いくださいって書いてます。杖が入ってんだ。なんだろう、入ってないぞ。トイレはこんな感じですね。一応。綺麗な水が流れて。駅の外に出てみましょう。熊野古道コース。そして、ここが駅の外観です。
ひっそりとした秘境駅ですね。これモミジの葉っぱです。これ秋とか来るとかなり紅葉が綺麗じゃないかなと思います。ちょっとした遊歩道が、ここにありますね。なんかちょっと狭い。うわ、結構険しいな。水がちょろちょろと流れてます。そして出るとジャパンコーヒーフェスティバル。やたらなんかこれ宣伝してるな。まあなかなかいいことですね。そして白藤小学校と看板が、あ、ここには一応車が入ってこれるようにはなってますね。向こうに踏切が多分あります。ありますね。こんな感じです。そして駅出たところはこういった林です。一応なんか遊歩道みたいです。ここに遊歩道の看板が、神谷地区散策マップと出てますね。今どこだ、紀伊神谷。あ、今ここか。紀伊神谷からずっと中野地蔵、納めの地蔵。一応まあウォーキングができますね。まあこれからちょっと涼しくなるのでウォーキングもいいかなと思います。まあほんとそんなんで人が誰もいないのでほんとゆっくりできますね。林の奥の方の道はこんな感じかな。ここになんか遊歩道の看板、いろいろウォーキングができるみたいで書いてる。ひょんとひっそりとした駅だな。南海紀伊神谷駅と書いてます。あ、また駅員さんがなんか入ったから電車が来るんかな。なんか電車が来るんで、ちょっとこっち側の方が明るいね。ちょっと踏切があるところ、この辺は結構明るい。こっち歩くと林じゃなくて結構明るい。そうだね、この辺あたりがね結構いいかもしれない。あ、いいカーブじゃんここ。ほらこの辺が、うん、なっちゃったか。この辺がいいわ。結構これ撮影、鉄道撮影するのなかなかわからん。あ、こっちから来るか。矢印どうなっとる？あ、いや、やっぱりじゃあこっちからだ。じゃあこっちをちょっとなんか電車が来るみたいなんで、ちょっと撮影してみましょうかね。特急列車ですね。高野号が来ます。あ、高野号同士の交換です。ちょっと電柱がね、信号機がちょっとかぶっちゃったけど、まあこの飛行機で高野号交換の風景が見れたのはいいかなと思います。はい、そして極楽橋方向が発車します。
かがでしたでしょうか。今回は南海高野線の秘境駅紀伊神谷駅をご紹介させていただきました。ひっそりとした駅で特急は通過しますが、日中は30分に1本ほど列車が走るのでアクセスはかなりいいと思います。機会あれば皆様もぜひお出かけになってみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。またこれからもこういったローカル駅を紹介していきますのでよろしくお願いいたします。終了画面の丸い枠をタップするとチャンネル登録ができます。登録することで他のこういった秘境駅の動画や旅鉄エクスプレスの動画も見ることができますのでよろしくお願いいたします。それではまた他の動画でお会いいたしましょう。さよなら。